建物の階段があれはもう建物の階段、建物の階段です。皆さんこんにちは、安平町地方創生アドバイザーの林健二です。はい、皆さんこんにちは、安平町長の及川でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組なんですけれども、目的としてこちらに書いてある通り、令和5年度、開校、もう本当に開校が迫ってるんですね、新しい学校について、町民の皆さんと一緒に、理解を深めていこうという、番組になっております。で本当に、新しくできるこの魅力的な学校ですね、町民皆さんと一緒にこうワクワクしながら、開校を迎えたいなと思っておりまして、そのためにいろいろこれどうなってるのとか、今どういう思いでこう作られたのとか、そういったことをこう番組の中でどんどん解き明かしていきたいと思っておりまして、今回はどちらかというと、大人の視点で、今ある、学校のさまざまな質問をですね、及川町長に聞いていきたいなと思っております。はい、ということでですね、今回、5つのトークテーマというものを用意してございます。1つ目がですね、学校を建設する覚悟を決めた時の話ということで、なぜ今回の小中一貫校、を作ろうという話になったか、その時の及川町長の、お考えとか思いを、ちょっと伺えたらいいかと思っております。2つ目がですね、なぜこう復興の手段、復興のシンボルとしてですね、学校建設を選んだのか。で3つ目がですね、35億円にかけた思いということで、総工費ですか、はい、が、35億円というふうな数字を、聞いていますが、この、まあ、金額ですね、やはり、大きい金額だなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、これはまあどういうふうな思いで、この数字になっているのかということで、4つ目がですね、学校と町の発展はどう接続しているのと、こう学校を盛り上げるってことが安平町の発展にどうつながっていくのかということを伺いたい。そして最後がですね、今回の、この番組の、テーマにもあります本物と世界というふうな言葉、この2つの言葉をとても大事にしているんですが、この言葉の解釈というふうなものをですね、町長のまあお考えですね、お伺えたらいいなというふうに思っておりまして、まあ、この5つのトークテーマを用意してるんですが、はい、これをですね、ちょっとこう上から聞いていくと、まあ、一つ一つすごい、重厚なテーマになっておりますので、こちらにこうボックスを用意させて、いただきました。この中にあのボールが入ってまして、ちょっと番号を私の方で引かせていただいて、はい、出てきた番号で、こう聞いていけたらなと。じゃあそれでは早速ですが、はい、一つ引かせていただきたいと思います。最初のトークテーマがですね、こちらです。お、1番上に来ました。はい、学校を建設する覚悟を決めた時の話。はい、どういう経緯で今回の、小中一貫校建設まで至ったかっていうのをお伺いしてます。そうですね、まあ、平成30年9月6日に、まあ、地震が実際起きてですね、早北中学校は昭和46年にできた建物で、もう半世紀に近い建物であって、その耐震補強していた鉄骨がですね、やっぱりねじ曲がってるんですよね。まあ、震災はまあ、夜中だったので、子どもたちにはそういった怪我はなかったですけども、もしこれが日中であれば本当に命に関わることだったなというふうに実感しました。グランドにおいてもテニスコートも含めて大きな被害があった。こういった場所に再建するにしても、そういった不安が残るでしょうし、半世紀経つ学校に何億もかけて学校を修理することが本当にいいのかなというところが、その現場を見て思ってました。早北地区でも小中一貫教育は進めていきたいなというのは私の公約にも
掲げていたので、そこで早北小学校の横に土地を買うことができ、そして早北小中学校を別々に建てるコスト計算もしましたし、一緒に建てる計算もしました。一緒に建てるんであれば80年ぐらい使う計算で学校って今建てますのでね。でそうすると当然一貫教育ですから一体のものを建てる必要があるんじゃないかというふうに考えました。そうすると町長の中ではもともと今回の地震が発災の中で新しい学校を作るっていうふうなお考えになった時に、はい、まあ、別々もあるし、一緒もあるしっていうふうなところを考えられてた。教育長との中ではそういう話になったんですけど、実際それを進めていくにあたって、まあ、震災だからといって全てそこを飛び越えていくわけはできないということで、逆に震災のあった翌年の初めから教育委員会の方では意見を聞いたり考え方を聞くような仕組みを作ってくれましたので、多くの町民の方のご意見をまたアイデアまた夢を盛り込んだ学校にすることができた。そこの入り口が結構重要だったんじゃないかなというふうに思います。もともと町長の公約というかお考えの中にその学校を立て直していく変えていくみたいなお考えというのは何年間かは使える学校でありましたから、まあ、そこは一遍に小中一貫の義務教育学校というのは、まあ、自信がなければ私の公約の中では取り組む考えは全くなかったということです。ただし小中一貫教育というのは場所が離れていてもできることですから、やり方によってはですから、そこは進めていきたいなと思っています。なるほど。どういう学校を作るかってなった時にそのイメージの部分で、まあ、町長の中にもいろんなこうアドバイザーとか、助言も集めながら決められたと思うんですけれども、なんかその時こうとなんかどういうお気持ちで最終的にこうしようっていうふうに決めたのか。ずっと言ってきたその本当に大ピンチを大きなチャンスに変えていかなければならないということですね。ですから従来のところにただ戻すだけではその後の新しい町づくりにですねプラスになっていかないというふうにも思っていたもんですから、地震が起きてしまったことはもうこれ仕方ないんですけれども、これをプラスに変えれるものがないか一つでもないかというところを常に頭に置きながら、仮設住宅もトレーラーハウスというものを全国で初めて認めていただいて農家の方のご自宅まで持っていけた、まあ、そういったことの提案だとか発想もですね、なんとかこの先につなげれないかっていう思いでやってきたことです。ですからそれが今サテライトオフィスとかチャレンジショップにもつながってきましたから、そこまで全て考えて動き出したわけじゃないですけども、走りながら考えてきている部分も多かったと思います。それでは、2つ目の質問ですねに行きたいと思います。これでしょうかな。はい、どん、あ、2番なんかちょっと仕込んでる感じが出てきちゃいましたけど、なぜ復興の手段として学校を選んだのかということなんですけれども、この学校建設っていうのは安平町の復興の中でもどちらかというとこうシンボルのような形でかなりこう中心的に見せられている部分があると思うんですが、これはどういうふうな形でこれがこう中心になっているか。復興の手段として特に学校建設を選んだわけではないということですね。まあ、震災があって学校をなんとか再建しなきゃならないということから必然的に学校をという先ほどの1番目の質問で答えた通りであります。ただ安平町はご存知の通り総合計画においても第一章一番最初に教育子育て教育というところが来ておりますので、教育を柱にしながら移住定住を進めていく、またユニセフさんのそういった子どもに優しい町づくり の取り組み今進まってますけれども、やはりそこをベースにしながら子どもに優しい町づくりはお年寄りにとっても、住みやすい町だということでありますから、まあ、そういったところにおいては総合計画の考え方にここは準拠しているんじゃないかなというふうには思っております。3じゃない3じゃない4か5が来るといいなと思いながら3かけましたすごいちょっとやり直したらいいですかね、これ、いいですか35億円にかけた思いというふうな部分でございます、はい、
まあ、35億円っていうのは当初、小中一貫教育 の、 その一体型の学校を建てようというところ で、 で最大限考えていくと50億超えたんですよ。まあ、そこからいかにして財政規模もやはり一般会計で80数億ですから、まあ、35億でも4割近い金額になりますので非常に大きい金額でありますけれども、新しい学校を1つ建てるのではなく将来的には4つが1つになる学校だということでいくと維持管理コスト、そういったところも考えるとこういった金額は出てくるわけですね。でそこでざっくりの数字になりますけれども、国からの交付金というのはだいたい11億ぐらいですね。国に借金をする過疎債という過疎地域を復興させる活性化させる、またそういった学校の統廃合を含めたものは重点事業ということで位置づけられますので、そういうふうにトータル考えていくとその過疎債が21億円ぐらいですから33億円ぐらいがですね国の交付金だったり国から借金をさせていただける、その借金も7割は地方交付税として戻ってくるお金でありますので、まあ、自分の町で用意しなければならないのはトータルで6億円ぐらいかなというふうに思っています。まあ、それもふるさと納税がありまして、まあ、震災直後は6億8千万ぐらい2カ年続いたんですが、この学校再建に使ってくださいという方も多くいらっしゃいますので、まあ、そういったところで財源的な目処もついたということであります。35億にかけた思いというよりも子どもの未来のために、まあ、日本のためにそういった投資をするというのは当然のことで、まあ、地域の方にも使っていただける、学校ということで今目指しているということなので、そこは単なる学校で子どもしか使わないような従来型の学校ではないというところもですねありますから、決してまちづくりにかける金額としてはそれに見合うだけの学校だというふうに考えております。あとはもうこの金額っていうのはもう本当に35億以上のものをそういった価値が出せるよっていうふうなことで、まあ、町々として考えられてもう本当にゴーだっていうふうな感じでしょうか。そうですね、まあ、公地域早北地域に同じ機能を持った公共施設っていうのが複数ありますから、財政改革の一環でですね類似したものは一つに統合していく、で統合した際にはそこをより良くしていく、そういったことをしていかなければならないんじゃないかなというふうに思っています。 ですから早北の公民館の図書室、まあ、その図書室をこの義務教育学校の方に移設をかけ、図書室には司書さんが今2名おりますので、学校には司書さんいませんのでね、子どもたちそして地域の方にも、ご利用いただける、まあ、公民館的な利用もですねこの義務教育学校は可能だということで、アトリエハウスみたいなキッチンスタジオ、まあ、ちょっと横文字になってきますけど昔でいう家庭科室技術室そして音楽室みたいなところもですね地域の方にも開放できるように、こういった技術革新もですね進んできてますので、今までちょっといろんな部分で心配していただいたようなセキュリティ問題があるんですが、そこも同時にクリアできるような、まあ、そういった学校にしていきたい、でそこの学校で取り入れたそういったセキュリティ環境を他の公共施設でも改修をかけながら応用していければ、そういった維持管理コストも下げていくことが可能じゃないかなというふうには思っています。ドン4番すごいすごい、宝くじ買った方がいい確かにこれですね、学校と町の発展はどう接続しているのという、自分が教育委員会時代ですね上司の教育長がよく言っていたのが、安平町全体が大きな学校であるっていうふうにずっと言ってきたんですよ。そして学校を地域に開いていく、考え的にはそこを置きながらこの義務教育学校が小さな町であるというような発想をまたそこに組み込んだという、ですから学校は子どもさんたちだけのことで、まあ、地域の方は関係ないんだっていうのが今まで、まあ、そこが一歩進んでですね、社会教育学校教育が学校の中で、融合できる、まあ、そういった
建物になるんじゃないかなというふうに期待しています。もちろんこう追い分け地区の方とかも、そうですね、まあ、来ていろいろ使えるとかっていうふうな話ですよね。もちろんです、うんうん、あくまで学校施設ですので、まあ、学校の子どもさんたちを中心とした教育施設でありますけれども、でも一般の方が公民館にある機能ですよね。公民館というのは建物を指すんじゃないんですね。そういった地域の活動をする場所、学校の建物をお借りしながら公民館活動もやって、そしてそういった地域の方の活動を子どもたちがガラス越しに日常生活の中で見ることができる、まあ、そこがこの学校のコンセプトの中にも多分取り入れていただいていると思いますけれども、町のそういった、まあ、被災木じゃないですけど木材をふんだんに使っていただいたり、まあ、胆振東部地震を、まあ、経験した安平町民にとって、まあ、子どもへのそういった木製サイロを見たり、またこの義務教育学校の中に入らなくてもですね、外側からそういったところも思い出していただきながら、その復興している様子をですね、まあ、直に感じていただいたり、また中に入って、思い出しながらも今はこういった素晴らしい環境の中で進んでいるというところを体験していただければ、本当に真の復興になるんじゃないかなというふうには思っています。未来を見据えて非常にこう、まあ、地震っていう、こうネガティブな部分をこう乗り越えながら、こう前向きなエネルギーでこう新しいチャレンジをしてるんだっていうようなところが、まあ、町内外に本当にこうしっかり、発信、できてるのかなっていうふうには思ってまして、私もなんかそういう町外の方からですね、最近安平町の取り組みって本当にメディアでよく見ますよねっていうのは伺ったりをしてます。ただ学校を作るだけじゃなくて、これがこう安平町の発展につながっていくんだっていうふうなところが町長のお考えになるとは思うんですけど、あるとは思うんですけれども、なんかこう地域の方にですね、まあ、改めてなんかこうこんな感じで使ってほしいとか、こういうふうに関わってほしいっていうのがあればですね、ちょっと一言いただけたらなと思います。8000人の笑顔プロジェクトを、当時の6年生が中心となってやっていただいて、まあ、その子たちは今仮設校舎でまだいますけれども、まあ、その子たちは、まあ、中学校入れないわけですね。でも卒業して高校生になったり、先日成人式もありましたけれども、まあ、成人になって、一回町外に出てもまた帰ってきて、いただいて、また帰省した際にでもいいですけども、まあ、卒業後も利用できる施設にできるということは少しホッとした部分でもあります。合併した町なもんですから、やはり一体感の醸成というのは、安平全域の一体感の醸成も、もちろんでありますけれども、早北地域にとってもですね、そこの融合というのもやはり必要であって、小学校だけが3つに分かれている、そこがですね、教育環境の中で、うまく接続しないというのも課題でありました。そういった意味においては、まずは早北地域の教育分野での一体感の醸成というところもですね、やはり課題だったというふうには思っています。大八木地区の学校も今大八木子ども園がで、その横に大八木中学校がある。ですからできればそこは教育的なゾーンとして、大八木高等学校もありますから、まあ、中学校と小学校を統合したような、まあ、そういった小中一貫校というものもですね、将来的には大八木地区にもすることによって、そしてバランスの取れた教育環境を安平全体で行っていくことができるんじゃないかなというふうに考えています。この学校建設がどうしてもやっぱ早北側で行われていることだとは思うんですけど、まさに追分地区の方からですね、まあ、どのようにこう見てもらいたいか、捉えてもらいたいかというのはどうお考えでしょうか。震災後、追分地区には道の駅安平で51ステーションができて、特急が止まったり、追分のインターチェンジからも2キロぐらいの距離という距離感もあってですね、道の駅はそちらに作った。安平町は合併した町ということで、地域4地区ある地区のバランスも考えながら、いろんな公共施設の配置というところもやってきた。で、まだ学校というのは教育施設ですから、まあ、先ほど申し上げた中学校の学校区ごとに、まあ、コミュニティもあるわけですから、まあ、そこを中心としながら考えている。で、ただこれから心配なのが、安平と十和田の小学校の
廃校になった後の活用、利活用というところもご心配いただいているので、行政と地域と、そしてそこをつなぐ役割の地域おこし協力隊員も力を借りながら、小学校がそれぞれなくなっていく地域に配慮した街づくりというところもしていかなきゃならないなと思っています。で最後ですね、もう一つしか入ってないですけど、5番、本物と世界の言葉の解釈ということなんですけれども、説明文の中でこの色がついているところに、たくさんの本物と出会い、世界に生き、世界へと羽ばたいていく、ここは自分が世界と出会う場所というふうな、言葉が入っております。でこのじゃあ、本物って何なのとか、世界とはどうなの、どういうことなのっていうのは、本当にこの、文章を読まれた方の中でイメージを持ってたりだとか、いろんな思いがこうこの学校に積み重なってるっていうことだと思ってるんですけれども、町長の中でこの本物と世界というそれぞれの言葉を、どのようにこう捉えられてるのかっていうのを、一つずつちょっと伺いたいなと思っております、普遍的なこと、そして人であったり、物であったり、また極めた人も含めてでありますけれども、そういった自然環境も本物というところに入ってくるのかなというふうに思いますが、世界にもつながってくるんですけれども、世界で活躍をしたオリンピックで、スケートで銅メダルを取った、橋本聖子さんがおられます。オリンピックの組織委員会の委員長になられて、ああいった方が安平町の出身であったり、素晴らしい大人たち、諸先輩方たちの、足跡をきちっと理解しながら、我々も伝えながら、本物、そして世界へと羽ばたいていってほしいなというふうに思います。学校自体は地域、社会と触れ合う場でもあるという、先ほど申し上げた通り、社会教育の場としても活用ができる学校になりますから、そういった意味においては地球規模の世界という意味ではなく、社会とつながる場所というところが義務教育学校でもあるというふうに思っています。たくさんの人、本物の人とこう、学校が開かれているからこそ出会えるっていうふうなことがあって、それが本当に子どもたちにとって の, 経験になったりとか、もしかしたら大人側のまた気づきにもなったりするのかなと思うんですけど、逆にこう物とか環境っていうのもまた本物というか、その人に限らないっていうふうなところもあるのかななんていうふうには思ってるんですけれども、それこそ学校を作っていく上でなんかいろんな試行錯誤されてきたと思うんですけれども、なんかこの本物っていうふうなところでこだわられた部分とか、ゆうちさんとかも環境がですね、子ども育てるんだと言って、おられて、早来た子ども園もそういうことなんだろうなというふうに思います。そこで育っていく教育の環境というところを、日本においても世界においてもトップクラスの方たちがですね、この学校づくりに力を貸していただいたというのは大きいことだというふうに思っています。はい、ということで、本日はですね、及川町長にいろいろとお話を伺ってまいりました。では最後にですね、町長の方から、町民に向けて一言、コメントをいただければと思います。はい、今年の10月にですね、建設工事が完了する予定であります。で来年の1月からは早北小学校と早北中学校の小中一貫校としてまずはスタートをして、3ヶ月後の令和5年度からですね、安平と十和佐の小学校を含めた、4校が1校になる義務教育学校としてですね、新たにまたスタートをしますので、今回震災を契機に学校建設がスタートしたわけですけれども、これから50年、もしくは80年とですね、地域の中心的な場所としてですね、多くの方に学び、そして出会い、触れ合っていただく、そういった義務教育学校となることを期待しております。これからもですね、町民皆様方のご理解、そしてご協力をお願い申し上げます。それではこれで今回の自分が世界と出会う場所、ボリューム2の、終えたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.